ばんは、トガラシTVの動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は2017年8月22日火曜日でございますということで、今日も皆様動画を見ていただきましてありがとうございます。今日もこうしてトガラシTV酔っ払っておりますが、動画を撮っております。今回撮っているのはですね、明日だったか明後日だったかちょっと覚えてないんですが、甲子園高校野球甲子園大会の決勝が決まりましたので、今回ご報告申し上げたくて動画を撮っております。決勝に進んだのはですね、広島県代表広島広陵高校と埼玉県代表花咲徳栄高校でございます。ということで、その2試合になりまして、まあ花咲徳栄高校といえばですね、私いろんな思い出が、部活は違う、競技は違うんですけどね、高校時代の部活のいろいろな思い出がございまして、その時の動画も、その時の話も話させていただければと思うんですが、いかんせん今日は酔っ払っておりますので、そういう時の話は出てきませんと思いますが、なんとぞよろしくお願いいたしたいと思います。そして広島広陵高校の、応援ですね。いやー、ということでやってまいりました、広島広陵高校。毎年広島県の高校をですね、まあ、大体広島県、沖縄県、千葉県と、私にゆかりのある、まあ、そのゆかりがどうのこうのなんか言っちゃうと、もう本当に生い立ちから話さないといけなくなりますんで、なんとも言いませんが、まあ、当然千葉県の高校は応援してます。なぜなら千葉県民ながらでございます。でもそれ以外にもいろいろ応援してまして、特に広島県、あと沖縄県のですね、高校を応援する次第でございますが、でもね、今回あれですよ、本当に今年の夏、大阪桐蔭高校対宮城仙台育英高校の試合を見た時に、あの最後の最後の素晴らしい試合を見てですね、私は本当に広島県の高校を応援しながらも、仙台育英高校ちょっと頑張ってくださいよと、ちょっと頑張ってくれよおいおいと思いながらですね、見ておりました。あとは、ね、もう一試合面白かったのは、代打マジホームランと、なんだっけ、大分のあの子な、すごかった、トヨタ、大分、別府大学、明豊高校だったかな、ちょっとあんまり名前は覚え出せないけど、まあそういう感じの高校がありましたが、そこも応援していたと、応援したというか、感情がこもって応援したっていうか、もともと応援したら、高校野球ってそういうところがあるじゃないですか、もともと応援したところもあれば、感情がこもって応援したところって、応援したというところもあると思いますね、そういう感じだったということでございます。未だチャンスだから飛ばせ、紅葉天地の意地を見せなよ、わっしょい燃えろ紅葉、輝き渡る青春に、まあ、歌詞は何とか覚えてるけど、全然音はわかんないね。うん。じゃあ、この辺で今日の動画終わりたいと思います。どうもすいません、本当に酔っ払っちゃって。まあ、決勝戦は私のこれはね、去年ですね、ソフトバンクの、試合をファイナルステージ見に行った時の、ソフトバンクのやつと、あとこれはですね、習志野高校、6年前、これ何だ、第93回全国甲子園、全国高校野球選手権大会に出た時のメガホン、そしてこちら何かというと、湘南、沖縄県の湘南高校。緑色のチームカラーなのにもかかわらず、高色なのにもかかわらず、間違えてえんじのこのメガホンを買ってしまって、江南高校のシールを貼ってもらったっていうものでございます。ということで、今日の動画これで終わりたいと思います。どうも本当に酔っ払いまくっちゃっててすいませんでした。ここのところないぐらい酔っ払っております。なぜそういうことがあるか、これははっきり言ってメガホンに寄りかからないと、こうやって体型を維持、体型じゃない、メガホンに寄りかからないとですね、こう、なんとか立つこともできておりませんが、この辺で、もう喋りすぎて、口の中も泡吹いてるし、なんかしないことで、気管支になったのが、いまだなんとなく治ってないのでね、なかなか声も出ないので、出ないというか、途中で切れてしまうので、これで終わりたいと思います。どうもすいませんでした、やっぱり。どうもありがとうございました。前回2017年1月にですね、唐辛子 TV 5番されまして、その時もしかしたら酔っ払い動画がまずかったのかなというような感じでありましたんで、今回もあんまり酔っ払っちゃってますんで、こんな動画アップしないかもしれませんけど、それでも他の動画唐辛子 TV いろいろやってますんで、なんとぞよろしくお願いしたいと思っております。どうもありがとうございました。終わり。グッドボタン。